いやいやどうも聖子ちゃんです。デッドバイデイライトの動画を今日もやっていくんですけど、今日はエンブレムシステムについて解説していこうかなと思います。エンブレムシステム、まあ米粒ですね。みんな欲しがってると思うんですけど、まあランク上げて赤帯ないしランク1を目指すためにまあ貯めてると思うんですけど、その米粒を取るために何をすればいいのか、どういう行動が米粒増加につながるのかっていうのはあんまり多分分かってない人も結構いると思うんで、今日はそういうところを説明していきたいと思います。今回はサバイバーのエンブレムシステムについて紹介していこうかと思います。4つのカテゴリーの評価ポイントを貯めてお米粒を取っていくんですけど、各カテゴリー、0ポイントから4ポイントまでありまして、0ポイント評価なし、1ポイントブロンズ、2ポイントシルバー、3ポイントゴールド、4ポイントレインボー、もう虹ですね。という感じで、まあ見たこと誰でも見たことあると思うんですけど、その色でポイントが分かれてます。米粒をもらうために必要なポイントの量っていうのは各ランク色ごとに、変わってきます。で今回は一応赤帯ランク4321の方向けのポイントの計算となっています。赤帯の場合金色のエンブレムが4つでちょうどお米粒が1つもらえる計算になっています。ですのでちょうど12ポイントになりますね。合計のポイントが12ポイント以上になれば全て金である必要はないです。シルバーであっても大丈夫です。でシルバーが混じるとなるとその補填をするためにどこかのゴールドが虹である必要はあります。例えば金金金金じゃなく虹虹シルバーシルバーでも OK です。米粒を2個もらう場合は虹が3つでゴールドが1つか全て虹である必要があります。まずは折れない心の説明をしていきたいと思います。折れない心の評価ポイントの条件というのはまずなし、評価なしが5分未満で死亡で、次にブロンズ銅の評価が5分以上で死亡で、シルバーは9分以上生存して死亡で、ゴールドは脱出で、レインボー虹は一度もダウンすることなく脱出という簡単な評価となっています。レインボーの場合一度もダウンせず脱出なので儀式から脱出する前に、キラーに攻撃をさせて、ポイントを稼がせてあげる人も多いと思いますけど、あれでダウンすると、評価が下がってしまうので、一度もダウンせずにそこまで行った方はダウンせずにそのまま出てった方がいいと思います。次は光をもたらすもののカテゴリーなんですけど、これは発電機の修理やトーテムの破壊なんかを評価しているカテゴリーになってます。各行動でもらえるポイントっていうのはこの表の通りなんですけど、主に発電機の修理がメインになるのかな。それと、まあ、ついでにその呪いのトーテムの破壊や白トーテムの破壊、ゲート解放なんかも同じ光をもたらすものの評価に含まれています。発電機のみを回して虹を取る場合は発電機 2.7 台分を1人で回す必要があります。 2.7 台分を1人で直すというのはなかなか難しいかと思うんですけど、キラーの遅延などで交代した分も含めると2台強回せばレインボーが取れるような計算で考えればいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。基本であるオール金を目指すのであれば金のポイント、
発電機 1.9 台分は回したいところですね。次は全量内視、このカテゴリーは他の生存者を治療したりフックから救助することで評価が上がっていきます。もらえるポイントはこの表の通りとなっています。このカテゴリーのメインの行動はフックから生存者を安全に救助するという行動なんですが、こちらがもらえるポイントは20ポイント。これを10秒以内に救助した生存者がダウンしてしまうと、これが失敗になってしまい、これが逆に20ポイントどころかマイナス30ポイントするので、これだけは注意しないとダメです。他の生存者の負傷を治療するは10ポイントがもらえます。これはフックから安全に生存者を救助するの半分のポイントとなっているんで、2回生存者を治療すると1回救助したのと同じことになるんで、できれば負傷している生存者、他の生存者を治療していきたいところではあります。また殺人鬼の担ぎから脱出するというポイントもあって、これは、ストライクですね、ディサイシブストライク、これを使うと、ポイント30ポイント、救助よりも多いです。なので、できれば持ってった方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。大好きです。あとは殺人鬼が、生存者を担いでる時に、肉壁押してあげると10ポイント、他の生存者を治療するポイントと同じだけもらえます。これも余裕があったら、釣り回数に余裕があったりとかすると、やってあげるとポイントが美味しいかな。そしてここからは全ての生存者に関することなんですけど、自分以外の、生存者誰かが釣られるとマイナス10ポイントになります。そして自分じゃない誰でもいいので、それを救助するとその10ポイントが返ってきます。ということは最後にサクリファイスされると、最後の救助はできないので、生存者が1人かけるごとにマイナス10ポイントされていく計算になります。なのでできれば脱出するときには4人で脱出したいということになります。脱出間際でラス釣りの人が釣られそうになっている場合は、釣られる前に脱出することでマイナス10ポイントを回避できるので、早めに脱出してしまった方がいいと思います。次は逃走者。このカテゴリーはキラーとのチェイスや隠密で評価が上がっていくカテゴリーなんですけど、細かいポイントっていうのがすごく説明しづらいので、とりあえず表をつけておきます。このカテゴリーでポイントを取るためには、チェイスをするか隠密をするかという感じなんですけど、まず隠密の場合は、距離ごとにポイントが変わってきます。一番近いのだと5メートル以内で1秒間隠密していると6ポイントがもらえます。逆に64メートル以内という遠い距離で隠密していると1秒間で 0.1 ポイント、もうとても少ないですね、がもらえます。なのでキラーのすぐ近くで隠密するっていうのは結構ポイント的に美味しいので、できればやった方がいいのかなと思います。チェイス中のポイントに関してはチェイス時間とチェイス中の距離でまた別のポイントがあるので、ちょっと説明が難しいです。はい、表を見てください。チェイスのポイントは60秒までは徐々に増えていくんですが、60秒以上はポイントが増えていかないので、60秒経ったと思ったら一度チェイス判定を切るような努力をしてみると、また新しくチェイス判定が入ってチェイス時間のポイントがもらえるのでいいと思います。チェイス中にパレットでキラーをスタンさせるとまた別でポイントが50ポイントもらえます。チェイスのポイントは、最後にキラーを巻いた場合とダウンしてしまった場合と大きく変わります。巻いた場合はポイントが2倍になります。でダウンしてしまった場合はポイントがそのまま
加算されるという感じです。そして攻撃を受けた場合は獲得ポイントがその中から10ポイントマイナスされるという計算ですね。なのであまりまあ攻撃受けない方がいいのかなとは思います。 できればチェイスを判定を切りたい、切って逃げ切りたい。このカテゴリーで金を取るためには560ポイント以上を取る必要があるんですが、なかなか分かりづらいので、経験で頑張りましょう。各カテゴリーの詳細なポイントはリザルト画面で見ることができるので、そちらを見ると、自分がどういうポイントで稼げて、どういうポイントで稼げなかったのかというのは分かりやすいと思うので、それを参考にしてもらうといいと思います。という感じで、比較的試合中でも把握しやすい善良な意志、光をもたらすもの、折れない心のポイントを考えて立ち回るとランクアップにつながるのではないかと思います。では皆様、頑張って米粒を稼いでみてください。ご視聴ありがとうございました。